はい、どうも皆さん、こんにちは。ということで、本日も、翔さんの代わりに動画の方を出していきたいと思います。キルミナと申します。よろしくお願いします。で、本日は何をするかと言いますと、ライブパレードの方のご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、皆さんライブパレードの方やってると思うんですけれども、まあ、僕はね、ちょっと、5位のスコア上げをしたくって、スコア倒したくって、ずっとそっちを回っていたので、こっちのイベントの方は全然触れていないんでございますけれども、まあ、ちょっと、いろいろお話ししていこうかなと思います。で、まあ、このイベントの特徴としましては、自分でね、グルーブを組める的な話なんでございますよ。はい。で、ここだと、スタミナ40。で、こっちが、スタミナ25だったりするじゃないですか。これ何が違うのかって言いますと、まあ、設定できる曲の数が違うんですね。消費25のとこだと、ライブ楽曲2。で、この40だと、ライブ楽曲が3という感じで、まあ、スタミナによってね、設定できる楽曲の数が違ったりします。で、これどっちがいいのかと言いますと、スタミナ消費が多い方、楽曲多く設定できる方が、スタミナ効率はいいという感じでございます。スタミナ効率ね、観客動員数の効率がいいという感じでございます。で、この観客動員数が多くなると、何がいいのかと言いますと、まあ、獲得できるファンの効率が良くなるらしいんですよね。はい。で、その獲得できるファンの効率が良くなると、まあもちろんポテンシャル解放だったり、SSS を狙っている方だったり、まあいろいろいると思うんですけれども、そのファン数をね、多く獲得できるようになるので、ぜひとも積極的に、観客動員数は増やしていったらいいのではないかなと思います。はい。で、その観客動員数を、がっつり増やしたら、自分のね、合うところと言いますか、この東京エリアのスタミナ消費10のとこだったり、まあ、三重県でね、動員数をいっぱい稼いでみたりとか、このエリアごとに動員数っていうのが違ってきてまして、このね、エリア動員数によってファンの、効率が変わってきたりするらしいので、ぜひ、ね、そこら辺も意識して回ってみるといいのではないかなと思います。かなりね、この動員数を上げたところのエリアでライブをすると、かなりファンのね、上げ幅が大きくなるらしいんですよ。なんか僕が見た感じだと、単館2000とか、入っていたので、まあ、めちゃくちゃファンの効率が良くなるんだなという感じで、ファン数稼ぎをしている方は、ぜひ、そこら辺を視野に入れてみてはいいのではないでしょうか。はい。で、まあ、そのね、観客動員数をどうやって増やすかという問題なんでございますけれども、まあ、もちろん、この、観客動員数を増やすには、スタミナ消費が多いところを選択します。で、ライブオプション設定ってところで、スモーク、レーザー、花火など、この観客動員数を増やせることができるアイテムがマニーで買えるので、こちらを使って、ぜひ観客動員数を増やしつつ、ライブをしてみればいいのかなと思います。まあね、マニーに余裕がないよって方は、無理して使うほどではないと思うんでございますけれども、まあ効率よく、10% プラスして稼ぎたいっていう方は、ぜひとね、そこら辺を、使って、ぜひ観客動員数を増やして、ファン数を増やしてみればいいのではないかなと思います。はい。で、観客動員数の方は、スコア依存ではなく、スタミナ依存になりますので、まあ、楽曲のレベルとか、獲得スコアとかランクでは、影響されませんので、まあ、例えばマスターを3曲やった人と、レギュラーやった人は、そんな大差がないので、消費スタミナがベースになってきますので、ユニットが育ってないよとか、マスターが難しいよって方は、ぜひレギュラーでも全然構いませんので、そこら辺をやっていけばいいかなと思います。はい。で、イベントポイントの方はどうなのかなと言いますと、イベントポイントは基本的に、スタミナ消費が多くて、スコアが高いほど、獲得できるイベントポイントが高くなりますので、効率はね、スタミナ消費が少なくなる方が、もちろん良いので、イベントポイントだけを考えますと、まあ、ここのね、首都エリア、東京の方ですね。この東京とかの、ここら辺。のエリアでやるのがいいかなと思います。ポイント効率を考えるなら。ただ、動員数効率とか、ファン数効率を考えるなら、もっと別のところがありますので、そちらを回ってみるといいかなと思います。まあでもね、普通はそこまでがっつりやっているプレイヤーさんじゃない限りは、まあ、なんだ、ファン数をね、がっつり稼ぎたいとか、1000万生きてんだ俺は、みたいな。単価1000万稼ぎたいんじゃみたいな人じゃない限り、そこまでね、気にする必要はないと思いますので、イベントポイントをメインに稼いでいったらいいかなと思います。まあ、でも私はね、ちょっとミカネーのファン数を上げたりとか、いろいろやりたいことがありますので、
まあ、動員数メイン、ファン数メインでやっていこうかなと思っております。まあ、皆さんは、自分のプレイスタイルに合わせてやっていくといいんではないかなと思います。はい。で、ここにね、イベント設定っていうのがありまして。はい。ここで、もうおすすめ楽曲選択するときに、自分ができる最低ラインとか最高ラインを設定することができます。はい。なので、例えば、今は、何も設定しておりませんので、ここで、例えば、これ選択するじゃないですか。で、これでおすすめ楽曲で、おすすめ設定ってやると、まあ、曲がランダムに出てくるんですけども、まあ、レギュラーが混じってたり、プロが混じってたりで、まちまちなんですけども、ライブ設定、これはガチのライブ設定だわ。イベント設定っていうところを選択して、最低楽曲のレベル、自分が最低でもクリアできるラインの曲を、まあ、25あたりにしましょうか。で、最高楽曲、まあ、30とかにして設定しますと、そこら辺のね、区間だけで曲が設定されるようになりますので、こうやってマスターしか選ばれなくなります。こういう感じで自分ができる曲と、自分ができる曲の最低ライン、例えばスタミナをね、スタミナじゃないわ。自分がその、なんだろう、マスターやりたいのにプロ出したくないって時だったら、ライブ楽曲の設定を20以上にするとかいう感じで、で、でも28に27はクリアできないなって時は26までに設定しておけば、その辺の間の曲で、曲が設定されますので、そういう感じで選択していったらいいのではないかなと思います。まあ、28、27選択できない人は26あたりで止めておけば、28、27の曲が選択されずに、おすすめ楽曲を選択してくれるので、便利かなと思います。はい。という感じで、ライブパレードの一応紹介だったんでございますけれども、いかがだったでしょうか。まあね、翔さんほど僕は説明がうまくないので、伝わっていたらいいかなと思います。このイベントね、めちゃくちゃいろんなね、なんだろう、仕様があったりとか、で、初めてのイベントなんで、まだね、なんか、情報が不安定と言いますか、まあ、一応情報は出揃ってはいるんですけども、かなり難しいイベントなんですよね。正直僕もあんまりね、その完璧に把握はできていないので、ちょっとプレイしつつ、仕様の方は理解していこうかなと思っている感じでございます。いつも使っているのが、この編成。これでスコアの方は詰めていっているんでございますけれども、まあ今はずっと、これか。この編成を使って、未完成のファン数を上げている感じでございますので、まあぜひね、まあ動員数はスコア依存じゃありませんので、自分のね、例えば、清水明が終わってないとか、ファン数を増やしたいってところでやりまくって、で、ハイスコアを出したいときは、スコア編成を使って、ファンのね、ファンじゃないわ、ユニットのね、編成を切り替えていくと、効率が良くなるのかなと思いますので、ぜひそれはもう、そちらの方も、意識してやっていくといいかなと思います。はい。という感じで本日は、ライブパレードの方のご紹介でございました。まあ、なんだろうな。うまく伝わっていると幸いでございます。という感じで、ご視聴ありがとうございました。で、一応僕の方のチャンネルも、新しく作りましたので、そちらの方の、概要欄にチャンネル入れておきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいでございます。翔さんが終わった1週間後には、がっつり僕の方も動画の方アップしていくと思いますので、あまあ、今の、チャンネルでも動画の方を上げていく予定ではありますので、この期間中もね、ぜひそちらの方も、チャンネル登録、確認チャンネル登録と、まあ、チェックだとしてくれると嬉しいでございます。新しくチャンネルの方を作りましたので、まあ、いろいろちょっとね、挑戦していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。今後1週間よろしくお願いします。それじゃ、さよなら。